でも有名になりたいですね。で、有名になって影響力つけてから、うん、まあ、ある意味その信頼関係とかで社会は成り立つということを、なんか今自分が言っても理想になるんで、なんかメルカリの社長とかさ、サイボーズの社長が育休取ったら、社会の、まあ、マーク・ザッカーバーグも取ったけど、男性経営者たちが育休取ってもいい流れになるじゃないですか。今俺が育休取っても知らんやつが小さい会社がやっとるわになるんで、で今年の秋から税理士さんから公認会計士に変えて、本当に着実に進んでいきたいなっていうのを今計画立ててるとこですね。だからまあ、元々も人生でこうお金にこんだけ向き合ったっていうのはすごい面白かったなっていう感じですね。もう、もっと向き合いって感じ。まあ、まだまだこれからな、上場やからもっとお金も集めなあかんし。いや、ほんまそうですね。お金も集めなあかんし。なんか、よかったわ、聞けて。いいなって思った。幸せって思った。すごいなぁ。な、今はそんな、なんだ、その、ここと、ここの、その収入と、うん、あとは何やってるの？やっぱセミナープロデュースで大体年間5000万ぐらいですね。セミナープロデュースなんですね。あ、もう自分がどんどん講師やってます、今。高坂翔平の連続講座とか。やってんの、あれ。やってますね。まだやってんの？やってるやってる。あの、なんか、集客。セミナーパークアカデミーもやってるし。やってんの？やってます、やってます。何期までいってるの？4期。だから4期ないの？はい。あとは全然関係ない。コンサルティングのノウハウを伝えていくっていう講座もやってるし、うん、そうっすね、それもやってる。今のズームでやってるの？うんとね、これ本当に運良くて、うん、3月の最後の3連休がいろんな講座の終わりだったんですよ。うん、ああ、ほな次の今、あれの途中か。いや、だから次は元からちょっと一旦売り上げ下がって、うん、もうコワーキングスペースに集中しようかなと思っていて、うん、そういう意味ではセミナープロデュースは自分自身が出るのはちょっと一旦休憩しようかなってすごく思ってますね。なんでしんどい？いや、語弊の内容に言うと、やっぱここが面白すぎる。本当に最初50人からどんどん人が増えてって、でここ今平均年齢ぶっちゃけ言うと30、40代めっちゃ多いんですよ。でも前の私がやってたね、福島先生の授業とかってやっぱ4、50代がめっちゃ多くて、今30代がここは圧倒的に多い中で、で上場目指す人とかもすごい出てきてくれている、この感覚が自分にとってはすごい新鮮で、今日も京信さん銀行の本店の方来てくださってたんですけど、なんかじゃあ上場までのステップどうしようとかっていうのを自分だけじゃなくて7人ぐらいが聞いて、っていうその切磋琢磨感めちゃ面白いなと思っていて、なんかそれをなんか力入れてやっていきたいなって今思ってる感じですね。ムカつくね。まだ書いていい？ちょっとムカつくし。なんだ、はい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 。私もちょっとちらっと見た、ジョエクの、50歳嫌いっていう、そのワードを私ちょっとブチッと見てて、どういうことやね、実は今日な、もうな、私行かへんでって言うてたんやか、また。私なんかさ、全部読んでへんねん。全部読んでへんけどな。なんかあのな、ワードが気に入らんやんかって。やっちゃんの投稿かな？うん、なんか。うん、タグ付けされたな。言ってることで、そう。50代嫌いってさ。もう50代。いや、ちゃんとな、読んでる人は意味分かって、それをクスクスって笑わないと思うけど、私読まんとそのワードだけを切り取ったから、そんな50代嫌いって言ってる人、なんで会わなあかんのって思って、そう、50代50代って言うねん。何個ええや思てんねやっていう。へぇー。だから、ちょっとそこを今日直接お伺いさせていただきたいな。はい、どうぞ。はい。で、50代嫌いっていうのは、実は、もともとの話でいくと、ランヒマリ演劇作ったんですよ。ここ実は1階演劇場、劇場なんですよ。で、ランヒマリが、世界が平和でありますようにっていう演劇を作った時に、演劇のテーマが自分のどうしても受け入れられないトラウマを劇にするっていう演劇やった時に、京子さんはちょっとだけ話してるんですけど、私の前職の
なんかセクハラ事件とかあったじゃないですか。なんとなく覚えてます？ちょっと覚えてへん。はいはいはい。上司がうちの部下にセクハラをして、うん、ある女性が会社来れなくなったのを、まあ私のせいになって飛ばされるっていう事件があったんですよ。うん、その人51歳。うん、で、うん、そこから、うん、なんかどこかで、なんかこう、はしご外された感があり、うんなんかこう一年半その人の言うことを聞いてめっちゃ頑張ってきてたのに、これすごいドラマなんですけど、まだどこかに残ってるんですけど、全てを外されたっていう気持ちがまだどっかに残っていて、でそういう意味でなんかどこかまだ、ごめん全然50代とは思ってなかったんですけど、まあまずね、いや本当になんかこう50歳ぐらい以上の人のこうした方がいいぞっていう言葉がトラウマだっていう演技をしたんです。そうそれはまだ実はトラウマにはなっていて、なんとなくまあそっからちょっとね、前職時代すごいしんどい時期があったので、まあまた這い上が上がってたんですけど、それが正直言うと50代以上の人に何かまだビビってる気持ちがあるっていうのかな。それは今でもありますね。なんか、しかもなんかもっとこうした方がいいって言われたのを、信じてやった方がいいのか、どうなのかみたいなのが。いや、全然、誰も思わへんよね。結局はなんかこう、反骨精神みたいなもんだよね。いや、ありますね、やっぱり。すごい、ものすごく、こんなん、いかんねとか言いながらも、ものすごくいいように解釈をしてないか。だから何にも読まんと、私はその投稿ね、例えばやっちゃっちゃうのに何も読まんと、うん、その嫌いっていうのを見た瞬間に、何やこんなこと言うだろうと思ったんやけど、うん、でも私は私なりに思ってたのは、うん、きっと、なんか50歳の人がこう言うこととかが、なんか、翔平子の中で、そうやんなとか思うから、だから思うの嫌やし嫌いやねって言ってるんやと思ってた。なんかすごいめちゃくちゃ栄養に解釈してたわ、ある意味。いやすごい。わかる？ものすごい栄養に変換してたわ。ごめんな、そんな深刻なことやと思わず。いやいやいや、でも、古い話やけど。めちゃ面白いことで、でもやっぱり今もアドバイス聞くのは50代ばっかりで、清水義香さんとかね、まあ柳田さんとか、なんか深く付き合うと50代 OK なんですけど、初対面の50代とかに何か敏感に反応してしまう自分がいますね。これはぶっちゃけた話だけど。50代ちゃうよ。俺まだ48。ああ、そうやな。びっくりした。まだ40代。でもそれは演技をしてみて、やっぱりそこにすごいトラウマがあるってことが分かって。そういうなんか演劇って自分を深掘るセミナーっぽいな感じだったんで。まあだから、ごめん、傷つけて。どうすんの？何が？気についてどうすんの？お前謝る、謝る。お前ごめんとしか言いようない。いや別に私に言われたわけちゃうけどな。世間の50歳。そうっすね。これ50歳全員的に回した。そう、だから福島塾の50代の人は傷ついてるかもしれないから、ね。いや、ありえるよね。ありえる、ありえる。そこの言葉尻だけ。そう、それだけね。いや、ちゃんと理解したらわかるんだよ。うん、でも、パッとそこだけが目に飛び込んでくるっていうのは、自分がそれにほら、マッチングしたら出てくるやん、そこだけ、言葉だけが。特に女性とかね、気にしてる人もいる。そうやん。そう、それは。でも、そうやって言ってくれるからめっちゃありがたいですね。ま、そう、普通言わへんからな。うん。私、そんな。ほんまに言わへん。来た限り言うわって感じ。来た限り来てで。連れてきたから。あんまりありがとうございます。いやいや、本当すみません。いや、大丈夫、一人で来るはずやから。よく連れてきてくれた。盛り上がらなかったかもしれないな、一人で。そうですね。でもなんか、これまた怒られるかもしれないんですけど、今後上場していく上で、嫌われるか好かれるかどっちかの人間になっていきたいなとも思ってますね。まあ自分、やっぱ投稿も実は5回あるなって絶対なんかあるんですよ。でもやっぱこうやって機会ある方、ご縁のある方はね、こうやって来てくれるのはすごいありがたいし、ご縁のない方はどこかであれかもしれないし、あれ投稿したといいないんでも5人ぐらいの50代、言う通りやっぱ女性が
翔ちゃん私のこと嫌いやろみたいな。あるやん。あるあるある。あったあった。みたいなんとかもありながら、なんか、普通のメッセージを発信することだけはやめようっていう。まあ、これは本当に怖い。自分自身も怖いんですよね。ぶっちゃけ。そういうお前みたいな、その、仕事してる人は。ぶっちゃけ言うと、あの投稿もやっちゃんが投稿するでって言った瞬間に、心のどこかでは、え、ほんぶっちゃけ言うと、そんなわざわざ喧嘩売る題名つけんでいいやんっていうのはあったんだけど、そうや、それで溢り出された。いやいやいや、だから、なんか、そうっすね。本当に上場する上で一番難しいなって思うのは、今まで関係を持ってくれてて、今までひまわりを大切にしてくれた人たちとの向き合い方っていうのは、今でもすごく悩んでますね。そんな、絶対お前悩んでへんよ。お前また、ええ過去しよう。お前分かってるよ、お前。まあ分かってはいる。え、YouTube 見た？見てへん。見て？見てへんけど、もうそんな切っていこうと思ってるやろ。思ってない。いや、思ってる。思ってない。ちょ、これだけは言わして。切っていくんじゃなくて、これ高橋直子さんから、すごいこと教わって。直接？うん。テレビで。テレビで。マラソンは遠慮なく誰よりも先に走りたいと、はいはい、でも、うん、もし、うん、社会人時代にみんなに遠慮してみんなと同じペースで走っていた私は金メダルは取れなかったと、うん、でも走り切って金メダルを取ってからまたみんなと走る楽しさを分かち合うことができるって言っていて、うん、俺は全員の人間関係をできるだけ大事にしたいとは思ってるんだけど、やっぱりゴールを決めたい。自分の人生でゴールを決めたい。中で切るんではなくて、ゴールを切ってからまた分かち合うということだけは約束しながら進んでいこうみたいな。またこれでイライラしてるやろ。ムカつく。イライラする。いや、私も鳥肌も。なんなん、いや、だから絶対俺から切らへんというか、もう。めっちゃ感動。あ、そう。うん。あ、そう、へいちゃうわ。だからもう全力疾走で行くのは決めて、でもみんなで分かち合いたいし。まあでもな、どっちにしたってさ、うん、その、絶対嫌われるしな。なんかね。うん。あの、やっぱり、翔平不安が3分の1。うん。嫌いない3分の1。いや、そう、ほんまそう。3分の1ぐらいの、多分。ほんまにそうだと思いますね。だからまあまあもう何しても何言うても賛否両論あるから。うん、それはもう、あれ珍しく勇気づけてくれてるよ。何が？いや一瞬勇気づけてないよ。そんなもん。あ、そう。もっと地に落ちろと思ってる。今のっていうのはこんなに上手になんかこう喋るっていうところに腹立ってんやろ。そう。もういやいやいや。ジャラシーさん。よくわかったもん、そこそう。すごいな。素晴らしい。カレさんすごいわ。もうな悔しくってな、俺もそう、俺思っとるわっていうのが、そういう、違う、そういう思ってても口に出せない、シャイやからな、いや、シャイっていうか、もう恥ずかしい自分で、そのだからそれシャイやん、うん、恥ずかしいから言えへん、俺決めたいとか、そうそうそう、俺も言いたいよ、言いたいけど俺が言うたら、うん、あかん、一緒にゴール決めましょう、いや決めてても公言できん、うん、で言ってることは別にそのいつも言ってるやんな、けどほんまに思ってることって言わないよね、うん。